どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ちょっと細かい話、まとめてね、紹介していきたいなぁと。 思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。それではまずですね、au 自分銀行からですね、阪神タイガース日本人になりましたね。はい、こちらでね、au 自分銀行でキャンペーンが打たれております。こちらね、特別金利1ヶ月円定期預金ということで、3.8%のね、金利で利用することができるということで、こちらエントリー必須になっておりまして、円定期ですね、入れていただいて、50万円までね、入れていただくと、こちら3.8%っていうのはですね、まあ もらえるっていう風になりますんでこちらね、あの、分かりやすくね、書いてありますけども、まあ、50万円ね、マックスまで入れたらですね、1240円、こちらね、もらえるっていう風になりますんで、まあ、こちらね、ノーリスクっていう風になりますんでね、au 自分銀行、え、口座持っている方で、まあ、50万円以上ですね、預金ね、入れても大丈夫だよっていう方は、エントリーしていただいて、50万円ね、円定期していただければ、まあ、1240円ね、もらえるっていう風になりますんで、 こちら1ヶ月ですからね。はい。かなり短いですよね。ぜひね、こちら、えー、余裕のある方はね、利用していただければなぁなんていうふうに思います。それでは次にですね、こちらね、Apple の製品をずっと使い続けるって決めている方はですね、かなりおすすめのキャンペーンっていうふうになります。iOS17 にアップデートしていただくと、このウォレットにですね、Apple アカウントっていうのが入れれるようになったんですよね。 で、これのね、バーコードを出すと、レジでね、セブンイレブンのチャージすることができるっていう風になっておりまして、ま、あそれのね、キャンペーンで、これチャージしていただくと10、10%分の交通系電子マネーがもらえるキャンペーンなんですよね。で、交通系電子マネーということで、スイカ、パスも、イコカのね、残高がまあ、ま、10%返ってくるっていう風になっておりまして、セブンイレブンのレジで、アップルアカウントにチャージして、レシートを登録していただくと10、10%のね、 交通系電子マネーがもらえるということでこれねめちゃくちゃおすすめっていった形になって おりますまあアップルずっと使っている方だったらですね今後で、ね、またアップル製品で、ね、何かしら購入すると思いますので最大ね5万円いただくと10%の最大5千0がねもらえるっていう風になっておりますのでぜひねこちらやっといていただきたいなと思いますで期間がですね11月の6日から11月の19日登録期間が11月の6日から11月の20日でこちらね交通系電子マネーがもらえるわけなんですけどもこちらね受け取り期間っていうのも決まって ておりましてえ、12月の11日から12月の25日ということで、こちら2週間しかないんでね。ここが短いことは是非ね。覚えておいていただきたいなと思います。で、次にね。キャンペーンの条件なんですけれども。本キャンペーンはセブンイレブンのレジでアップルアカウントへのチャージが対象っていう風になります。で、本キャンペーンの登録には本キャンペーンの公式。 line アカウントのお友達登録、アップルアカウントに登録のメイドアルデス、チャージした際のレシートが必要っていう風になっておりますんで、こちらね、チャージしてレシートもらい忘れないようにね、こちら注意して、 ください。で、えー、LINE のお友達登録を電子マネーの受け取りまでブロックしないでくださいということで、こちらね、公式ラクアカラインアカウントね、お友達登録していただくわけなんですけども、キャンペーンが終了するまでね、ブロックしないように、えー、注意していただきたいなと思います。まあ、こちらね、チャージだけで交通系電子マネー10%還元もらえるっていうふうになりますんで、 これはね、めちゃめちゃいいですよね。ちょっと私もね、あの、できる限りチャージしておきたいな、なんていうふうに思っております。私もね、多分今後ね、Mac とか MacBook Air とかね、多分壊れたらまた買うと思うんでね、こちらはね、やっておきたいなっていう感じですかね。それでは次ですね。プリンスホテルなんですけども、セーブプリンスホテルワールドワイド、プリンススマートイン宮崎っていうのが、 2024年、来年の2月20日に開業決定ということで、こちらね、えー、プレスリリースがね、出ております。えー、宮崎県にですね、えー、プリンスホテルがね、できるということで、これはね、ちょっと利用してみたいところですよね。今ね、このプリンスホテルっていうのはですね、もうね、あの、ポイントでお得にね、宿泊することとかね、ちょっとできないんですけども、アメックスプラチナのね、ホテルプログラムにね、このプリンスホテルっていうのが、まあ、そえっ、ー、と、1年か2年前ぐらいにね、追加になりましたので、 でプリンスホテルのね、上級会員をアメックスプラチナ持ってるだけでね、あの、利用することができて、朝食等もね、無料で利用することができるっていう風になりますんで、宮崎にですね、プリンスホテルできるっていうことは、ぜひね、覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。先日ね、ニューヨークのね、あの、北のホテルもね、プリンスホテルにね、切り替わったっていう風になりますんで、プリンスホテルね、めちゃくちゃすごいですよね。 それでは次ね、ヒルトンホテルなんですけども、こちらね、ニューヨークに初めてのブランドということで、トゥルーバイヒルトンっていうね、ホテルがね、あるわけなんですけども、こちらミッドスケールのね、ブランドということで、えー トゥルーバイヒルトンっていうのがあるんですけども、こちらはね、ニューヨークのブルックリンですね、オープンということで、こちら2023年のね、4月、2月の3日だったかなはい、2月の3日からね、こちら開始になるみたいなんですけども、トゥルーバイヒルトン、ブルックリンですね、新規オープンっていう風になったんですよね。こちらね、ちょっとね、泊まってみたいな、なんていう風になったんですよね。こちらね、ちょっとね、泊まってみたいな、なんていう風に思っておりまして、一応外観とかはね、こんな感じになっているわけなんですけども、 え、客室はですね、こんな感じですね。まあ、非常にね、スッキリして、エメラルドグリーンがテーマカラーなんですかね。まあ、どこもこういった感じの客室になっているみたいですけども、こちらね、非常に楽しみですよね。でね、これ、どこら辺にできるのかなと思って、ブルックリンなんでね、マンハッタン島の中ではね、ないわけなんですけども、え、どこら辺かなと思って地図を見たらですね、なんとね、ここなんですよね。 ですので、ちょっとね、観光に使うにはなかなか厳しそうだなっていうところで、あの、ブルックリン美術館とかね、そこら辺の近くなんですよね。ですので、あの、マンハッタンまでね、あの、電車を乗り継いでブルックリンからね、行かなきゃいけないっていうふうになりますんで、結構大変な場所にね、まあ、できたっていう感じですかね。ですので、まあ、 トゥルーバーヒルトに泊まってみたいみたいな方はね、まあいいのかななんていうふうに思うんですけども、なかなかおすすめはね、ちょっとできない感じの場所にありますかね。まあとはいえですね、トゥルーバーヒルトニューヨークにね、初進出のブランドっていうふうになりますんでね、ちょっとこちらね、利用してみたいなっていうふうに思っております。 それでは次にですね、一泊6万円以上の、えー、マリオット鳥取砂丘にホテル2026年開業決定ということで、鳥取砂丘にですね、マリオットホテルがですね、できるということで、こちらね、ラグジュアリーコレクションらしいんですよね。はい、すごいですよね。こちらね、一泊6万円から10万円を想定しているということで、2026年に開業するって言いたがちになるんですよね。 ちょっと正直どれぐらいお客さんが来るのか分からないんですけども、まあラグジュアリーコレクションなんでね、めちゃくちゃ高いホテルにはなるとは思うんですけども、ちょっとね、こちらも発表がありましたので、まあマリオットモムホテルね、好きな方はぜひね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。まあ2026年なんでね、はい、3年以上先っていうふうになりますんで、えー、この点はね、覚えておいてください。 それでは次にですね、マレーシア航空がですね、こちらね、めちゃくちゃ朗報だと思うんですけども、いや、ぜひね、日系のね、会社も導入していただきたいなと思っているね、こちらです。マレーシア航空は2023年11月の1日から、すべてのクラスで無料 Wi-Fi 提供しますということで、 マレーシア航空ですね。すべてのクラスで Wi-Fi 無料をですね。提供開始になるということが発表されました。で、こちらですね。11月の1日からね、こちら利用することができるということで、提供されるね、航空機はエアバス、エアバス350-900 30、エアバス330-300、エアバス330-200ということで、まあ、これ以外のね、機材だと利用することができないっていうふうになるわけなんですけども、まあ、マレーシア航空ですね。 ジャルマイルでもね、検索出てくると思いますし、またね、アラスカ航空とかでもね、マライシア航空結構出てくると思いますので、まあこちらね、利用していただければ Wi-Fi 無料でね、すべてのプラスっていうふうになりますんでね。 エクロミークラスでも利用することができるっていうふうになりますんで、これはめちゃくちゃいいですよね。ぜひね、ANA も JAL もね、最近ね、シンガポール航空とかね、あとアメリカのデルタ航空の国際線もですね、2024年以降だったかな、あの、すべてのクラスでね、Wi-Fi 提供開始するっていうね、発表しておりましたので、これはね、本当にあの、拡大ね、してほしいなっていうふうに思っております。それでは、 次ですね。j a l p a y プラスポボということで、これね、先日の話にね、ちょっと入れなかったんですけども、まあ、こちらね、ポボ使ってる方限定のね、話っていう風になっておりまして、こちらね、j a l p a y で利用していただくとですね、ポボのね、24時間データ使い放題がね、もらえるキャンペーンが来ております。まずね、エントリーしていただいて、こちら期間中ですね、2023年11月の7日から2024年1月の31日にですね、j a l p a y で500円以上ですね、 5回以上利用していたお客様に、p o 2 0のデータ使い放題24時間のプロモーションコードを毎月1回ね、漏れなくもらえるって言った形になるんですよね。で、最大3回までね、もらえるっていう風になりますので、まあ、11月、12月、1月で、こちらね、j a l p y 5 0 0円以上5回ね、 以上利用していただくとですね、こちらもらえるっていうふうになりますんで、ポーを使ってる方でですね、この j a l p イっていうのは、まあチャージがですね、まだね、あの、クレカチャージに対応しておりませんので、今銀行とかね、マイルからしかね、チャージすることができないんですけども、利用できそうな方はですね、ぜひね、エントリーしていただいて、 えー、j a l p ね、500円以上5回ね、利用していただければ、24時間のブロモコードをもらえるっていうふうになりますんで、こちらね、ぜひ、えー、利用していただきたいな、なんていうふうに思います。で、このね、j a l p イ5 0 0円以上ね、そんな使う機会ないよっていう方はですね、 こちらね、JALPay に2500円チャージしていただいて、あの iPhone の方限定にはなってしまうと思うんですけれども、ApplePay にね、スイカチャージとかね、和音チャージとかね、あの、することできるっていうふうになりますんで、まあ私もこちらね、利用させていただこうと思ってるんですけども、500円を5回ですね。あの和音だとね、1回1000円しかできないんで、ちょっと500円以上だとね、Suica だけになっちゃうかもしれないんですけども、まあ JALPay でですね、500円以上ですね。 5回、S 以下にね、あの、Apple Pay でチャージしていただければ、まあ、こちらね、あのデータのプロモコードもらえるっていうふうになりますんで、私はね、そんな感じで利用させていただきたいな、なんていうふうに思っております。で、こちらね、集計期間が11月の7日から、 11月の30日。これが第1回ですね。で、第2回が12月1日から12月31日。第3回が1月1日から1月31日ということで、まあ、ここ各5回で2500円、500円を5回ずつね、利用していただければ、毎回のこのプロモコードね、24時間データ無制限でもらえるっていうふうになりますんで、これはいいですよね。で、不要時期が11月分に関しては、 来年の2月の29日、12月分に関しては2024年3月31日、1月達成分に関しては2024年4月30日ということで、まあかなりね、先にはなりますけれども、まあこちらね、もらえるっていう風になりますんでね、これはいいですよね。 はい。という感じで、ひとまずね、エントリーね、必要っていう風になっておりますので、こちらね、利用されたい方はですね、エントリー忘れずに、利用ね、していただければなと思います。それでは次ですね、三井住友カードで、ブラックフライデーが開始になります。エントリー &5 万円以上利用していただくと、V ポイントが1000ポイント必ずもらえるキャンペーンが来ております。こちらね、で、こちらね、もうエントリーができるんですけども、 期間がですね、11月の23日から26日ということで、この動画が出てるのはね、11月の11とかね、まあ、そこら辺に出てると思いますんで、まだね、あの、10日以上先になると思いますので、こちらね、あの、また動画のコミュニティ欄とかでね、発信したいなと思ってるんですけども、一応ね、エントリーはもうできるんですけども、利用期間ね、かなり先っていう風になりますんで、この点はね、覚えておいてください。こちらね、5万円以上利用していただければね、 あの、V ポイント1000ポイントもらえるっていう風になりますし、この V ポイントっていうのはですね AN、ANA マイル、JAL マイル、またね、ホテルニューオータニのポイントとかね、ソラシドマイルにも交換できますので、 かなりね、おすすめです。で、こちらね、5万円以上ね、何かに使わなきゃいけないんですけども、まあ、使うものないよっていう方はですね、各社人にね、利用していただいても、OK っていう風になりますんで、この点はね、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。一応ね、特賞ということで、あの、漏れなくもらえるね、ポイントとは別に、あの、5万ポイントがね、抽選30名にもらえるっていう風になりますんで、まあ、これは多分当たんないと思いますけどね、ひとまず、まあ、こういったキャンペーンもね、一緒にやっております。 で、ポイント付与はですね、2024年の2月末までに付与しますということで、まあこちらもね、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。 で、対象カードなんですけども、残念ながらですね、定型カードは対象外ということで、ANA カードとかもね、三井住友カードから発行されてますよね、ビザとかマスターとかね。残念ながらそこら辺は対象外っていう風になりまして、まあ皆さんね、ナンバーレスゴールドとかナンバーレスの一般とかね、あとオリーブとかね、持ってる方多いと思いますけども、まあここら辺でね、利用することできますんで、ぜひね、ここら辺でエントリーね、して利用していただければなぁと思います。それでは次にですね、こちらね、ドコモからのお知らせということで、 があるわけけなんですけれども毎月の携帯料金などに応じてたまる D ポイント付与率一部改定及び期間限定ポイント増,増量特典終了のご案内ということで こちらね、一番持ってる方ね、多いと思うのが D カードゴールド持ってる方ね、結構多いと思うんですよね。で、こちらですね、携帯、毎月の携帯料金などでまる D ポイントの付与条件変更内容ということで、こちらね、D カード持っている方はですね、10%還元がね、取れますよね。で、これって持っているだけで、まあ今までね、この10%還元っていうのが税抜きでね、まあもらえてたわけなんですけども、 こちらね、2024年の1月ご利用分からですね、この D カードゴールド保有だけではなくて、D カードで支払いをしないと10%取れなくなりますよっていうね、改定が発表されております。まあ今までね、D カードだけ持ってて、 その他のね、カードで、え、決済されてた方もね、10%還元ね、取れてたわけなんですけども、2024年1月のご利用分から、2024年2月請求分からは、D カードを保有しているだけではなくて、D カードゴールドで、まあ、支払っていただかないとですね、10%取れないっていうふうになりますんで、D カードをですね、メインカードにされてない方ね、結構多いのではないのかな、なんていうふうに思いますので、こちらね、ぜひ覚えといていただきたいな、なんていうふうに思います。10%還元取れないとね、 この D カードゴールドね、持ってるのちょっともったいないかな、なんていうふうに思いますんで、まあ、ドコモの携帯料金とですね、ドコモ光の料金ですね、こちらに関しては、D カードゴールド保有されている方は、D カードでね、支払いしていただければ、今後もね、10%還元取れるっていうふうになりますんで、この点ね、ぜひ覚えておいていただきたいなと思います。それでは次にですね、MI カードでね、プレスリリースが出ておりまして、海外ポイント率変更のお知らせということで、まあ、あんまりいらっしゃらないかもしれないんですけども、 このね、MI カードって、海外のね、還元率が非常に高いクレジットカードだったわけなんですけども、こちらね、解約ということで、2024年2月の6日、えー、ご利用分より適用ということで、えー、今までですね、海外のアメリカンエクスプレスの加盟店で利用するとね、還元率一般カードでも1.5%、ゴールドだと2%とかね、取れてたわけなんですよね。で、ビザの加盟店では1%。 一般だと1%、プラチナゴールだと1.5%っていう感じでね、非常に高い還元率で取れてたわけなんですけども、2月の6日よりですね、こちら解約ということで、アメックスの方はですね、一般カード0.5%、ゴールドカード1%、 ビザの加盟店に関しては、一般カード0.5%、プラチナゴールドが1%ということで、こちらね、残念ながらね、まあ、1%もね、下がったり、またね、0.5%下がったりね、しておりますので、こちらね、残念ながらこういったね、発表がございましたので、MI カード、まあ、メインで利用されている方そんなにいないと思うんですけれども、一応ね、こちら、覚えておいていただきたいなと思います。 それでは次にですね、ラグジュアリーカードはですね、日本創立7周年記念サービスニューアル第2番、新たに3つのステータスマッチを同時提供ということで、ラグジュアリーカードを持ってる方はですね、この3つのね、ホテルプログラムね、ステータスマッチができるみたいですね。こちらはクルーズかなはい。MSC クルーズ、ボヤージュ、 クラブステータスマッチということで世界三位を誇るクルーズブランド MSC クルーズの MSC ボヤーズクラブにて通常は乗船実績例えばボヤーズクラブゴールドステータスの場合は通常7回のクルーズの乗船実績が必要な上級ステータスを無料で獲得いただけますステータスの応じてクルーズ料金の割引スペシャルレストランの無料ディナーサーマルエリアジャグジーサウナリラクゼーションルーム1時間無料ボヤーズクラブギフトなどの各種と をご利用いただきますということでこちらねクルーズ会社のステータスマッチがね、えー、できるって言った味なるんですよねであと二つがですねこちらスモールラグジュアリーホテルオブワールドっていうね私が宿泊してホテルだと 確か東京ステーションホテルとかね、確かこれに入ってると思うんですけども、こちらもね、ステータスマッチということで、スモールラグジュアリーホテルズ・オブ・ザ・ワールドのステータスマッチということで、世界90カ国以上520を超える独立系ラグジュアリーホテル、SLH のロイヤリティプログラムのインバッドステータスに無条件ご招待します。カーズ種別によっては、最上位のインタルジット、 通常13泊以上の宿泊実績が必要、または上位2番目のインスペアアット、通常年間4泊から12泊以上の宿泊実績が必要なのをご獲得いただけますということで、こちらもね、ステータスマッチができて、またね、プリファードホテルリゾートステータスマッチということで、こちらもね、ステータスマッチがね、利用することができます。こちらね、通常500、5000ドル以上が必要な えー、エリート会員に、えー、無条件ご招待ということで、えー、新規会員登録として2万5000ポイントもプレゼントいたしますということで、ラグジュアリーカードをね、持っている方はですね、結構良さそうですね、こちらね。ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。<music> ということで、今回ですね、ちょっと細かい話、まとめてね、紹介させていただきました。今回ね、紹介させていただいた話に関しては、基本的にね、あの概要欄に、あの、エントリー必要なものを含めてですね、公式サイトね、載せておきますので、 気になるのものございましたらぜひねそちらからチェックねしていただければなぁと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなぁと思います。この動画役に,に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますのでぜひねチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。